じゃあいただきます。いただきます。うん、パエリアめちゃうま。うまっ。バーベキューといえばチキンだからチキンもね、ちょっといただきます。帽子かぶってて行儀悪いんですけど、投資しちゃうかもね。ちょっと被らさせてください。あと意外とさ、こんな寒い中でやるのもさ、初だからさ。確かに。意外とさ、寒い中で作ってこの温かいのもいいよね。確かに、めっちゃ温まるっすね。福島県にまさか連れてこられると思わなかったっすか。サウナもあるんですよ、うん、え、あんた入りなよ。え、僕っすか。手作りサウナらしいんだよ。へぇ、でもすごいね、ここね、本当に子供もめっちゃ喜ぶと。確かに。てか、バームクーヘン食べたいんだけど。うんうん、うまいわ、おいしい。初めて見た、その作り方ね。いや、でも最初さ、なんかさ、え、マジ変なとこ連れてこられたんだけどと思ったんだけど、なんか、こんなおしゃれなとこがあると思わなかったから。そうっすよ。何、昼間カフェなの？昼間ご飯だけとかもやってるみたいですよ。じゃあなんかドライブできてもいいね。全然いいです、いいです。泊まらなくてもね。そうです、ご飯だけ食べに来る人は全然いいです。確かに、めっちゃいいわ、景色綺麗だし。え、てか泊まらずにさ、あのバームクーヘンだけとかさ、はい、焼きに来たりとかいいよね。そうっすよね。ピザもできるんで。ピザやりたかった。なんかさ、っていうかさ、はい、一つ言おうと思ったんだけど、はい、最近見てくれてる方がさ、はい、コメントいっぱいくれるのね、はい、その中にさ、はい、あゆみちゃんの元彼ですかみたいなのめっちゃ多いけど、あゆみちゃんって誰？僕が前付き合ってた女の子なんですけど、もともとエッグっていうチャンネルに、うんうん、YouTube チャンネルに出てた子で、うん、ちょっとそこで出てたことがあって、うん、え、あんたもエッグモデルだったの？違います。まあでもエッグモデルですね、出たんで。うん、はい、そんな若い子が私のこと見てくれてるってことだよね。そうですよね、だって21歳とかなんで。うん、さなちゃんの YouTube が見たいのにカメラマンさんは出なくていいですか、書かれてた。まあそれはね、分かってるんだけど、はい、あの、まあ、私もさ、喋りが下手なんでね、そこはちょっとたまに、ね、うまく進行していただいて。やっぱ一人でやるってなるとキャッチボールできないんで難しいっすよね。うん、まああんたともできてないんだけどね。こんな感じでこれからもあゆみちゃんの元カレとカメラ撮ってもらいますね。皆様よろしくお願いします。のどかな場所ね。でも嫌ですか、こういう田舎とか。うん、うん、だって私田舎育ちだもん。え、でも名古屋っすね。うん、豊橋。豊橋でもちょっと近い。こんなに山じゃないですか。山ではないけど、でもこういう感じもちょっと行けばあるから。マジっすか。全然慣れてる。どこでも大丈夫ですよね。どこでも元気。大学とかのさ、はい、なんか打ち上げっぽいのとか大人数が良さそう。確かに確かに確かに。楽しそう。てかこんだけ山道あるんだったら駅伝のなんか大学とか強化合宿とかできないですかね。できそうだね。バームクーヘン作って、ピザ作って、ご飯食べて、サウナ入って、映画見て。今なんかサカツとか流行ってるからさ、ね、サウナ好きな子もいいよね。確かに。じゃあ今日は夜2人で星見ますかね。見ません。全